島修雄は日本の学生運動家、精神科医。1960年の安保闘争当時の全学連書記長。東京都生まれ。1950年東京大学教養学部入学と同時に日本共産党に入党。共産党の50年分裂で除名処分を受ける。レッドパージ反対闘争に参画し、自治会副委員長として運動する。 1951年、共産党に復党。1954年、東京大学医学部に進学。1955年、全学連載建に精力的に活動し、砂川基地反対闘争、原水爆禁止反対闘争に参画。1957年、共産党の東京都党委員に当選。第7回大会の大議員になるが、生田浩二 佐伯木秀光と共に、党内フラクションを結成し、プロレタリア通信を発信する。1960年安保と総治の文都系、全学連書記長として、委員長の加ロ寺健太郎や青木正彦を支えた。後田の柿を春からの資金供与などを、マスコミで報道され、共産党をはじめ内外から強い批判を受け、運動の前線からは、撤退を余儀なくされる。 1964年、東京大学医学部卒。闘争収束後は、国立武蔵療養所、都立、島田療育園に勤務、また、地域医療に尽力。85年に上京して、要は病院院長。その後は、北海道鶴井村の鶴井洋上優、病院名誉院長、北海道苫小牧市の上苗病院副院長、沖縄本部記念病院医療顧問。 同病院ヤンバル所長を歴任。2000年、沖縄県名護市にて、胃がんのため障害を終えた。中央抗論1960年4月号で、詩人で、思想家だった吉本高明を招き、葉山武雄などの文都幹部と共に座談会を行った。以降、吉本は、世界初の共産党からの独立最悪と言われる、文都と行動を共にする。吉本はこの時、 同伴知識人、第2号として批判された。なお1号は、社会学者の清水育太郎。島らの依頼で、吉本は6月15日の国会校内抗議集会で演説。鎮圧に出た警官との圧力で死者まで出た、流血事件の中で100人余りと共に、建造物侵入現行犯で逮捕された。島と吉本は、以後も交流を続け、 1960年9月、安保ブーントが解体状況を露呈し島が、分都内で孤立して沈黙を守っている時の島の日記には、吉本宅を訪ねた後の感想として、彼の考えは、俺とすこぶる共通しているとある。1961年9月には吉本が、谷川岸、村上一郎らと共に、雑誌、思考を創刊したが、その資金は、島が用意した。 島のノートによれば、いかにして革命的復活を成し遂げるかとして、その成果の一番目に、吉本高明らの雑誌の発行の目安がついたことが挙げられている。資金は当時の金で11万円ほどだった。2000年10月、当の死の際には、吉本は知っている範囲で、谷川岩さんと竹谷清さんと共に、島茂雄さんは、小たる器を持った。 優れたオルガナイザーだと思ってきたと追悼文を書いた。戦前、日本共産党中央委員長で転校後は、右翼活動家、実業家、モンペルランソサイエティ会員だった、田中清春が1960年、文芸春秋1月号に、武装テロと母全学連指導者諸君に訴えるという文章を発表した。この中で、田中は全学連の指導的立場の諸君。 諸君のほとんどが日教と鋭く対立しつつ、新しき学生共産党とも言うべき、共産主義者同盟を組織し、学生大衆運動の盛り上げに不信していると聞くが、自分は34年前、大正末期、未だ幼年期にあった学生運動を組織した者の一人として、さらに昭和3年からは日本共産党の指導的立場にあった者として、 諸君の動向を目にしみみにするにつれ、諸君に訴えずにはいられぬものを感じると呼びかけるなど、全学連の安保闘争に共感を示しつつ、その限界を批判したものだった。これを読んだ島が田中からの資金寒波を思いついて、田中を訪れ、田中はこれに応じた。かろ健太郎らは後に、田中の企業に就職する。年、TBS ラジオが、青春。 全学連投資のその後を放送し、島やカロウジラが田中から資金援助を受けていたことが報じられる。日本共産党は赤旗で右翼と結びついていたとして全学連を連日批判した。批評家の唐谷幸とも同趣旨で批判した。島自身は田中との関係について次のように回想している。スキャンダル名で報じられた田中清春氏との関係も 伝えられるような、決して低次元のものじゃありません。まあ、発端は、金でしたけれども。経緯を少し話しますと、当時の全学連はものすごく金がかかった。事務所も、自前の印刷工場も持っていたし、宣伝カーも調達しなければならない。沖縄タイムス2000年10月22日長官、文都書記、長島書記を読む書集、田中清春、大賀水を、 田中清春時伝文芸春秋、1993年、ISBN4 から16から34万7550から8田中は後に次のように改装している。革命運動はいいんだ。帝国主義反対というのが全学連のスローガンだった。しかし、帝国主義打倒というのをアメリカにだけぶっつけるのは片手落ちじゃないかと僕は言った。 ソ連のスターリン大帝国主義、先制政治はどうしたんだとね。そうしたら、そうだと。それで、これは、脈があるなと思って、資金も提供し、話もした。私のところに来たのは、島茂雄です。最初、古文をよこしました。今、中曽根くんの平和研究所にいる、小島博士くんとかね、東原義信、篠原孝一郎もだ。 田中清春自伝文芸春秋、1993年、ピアニッシモ、171から175、ハットエービークラダ形成。政治、時代に生きた、震災欲、歴史群像、カロウジケンタロウ。JNJAN オリジナルの2007年10月13日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 0 1 3 0 0 3 2 1 4 h t t p w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  n e w s j a n j n j p g o v e r n m e n t 0 7 0 5 0 7 0 5 1 9 5 7 4 7 1 p h p かろうじは、田中の事務所に、 篠原光一郎は、田岡和夫の公用運輸に就職した篠原光一郎、六十年安保六人の証言、同時代者より、吉本高明、反安保闘争の悪戦道について、吉本高明全著作集十三書集、ピアニッシモ、百二十一から百三十。森田実戦後左翼の秘密使用文社、1980年、 ピアニッシモ、281から284、森田実戦後左翼の秘密使文社、吉本隆明が語る戦後55年旧天皇制と、日本人参考者、2002年、ピアニッシモ、85から87、島重夫、か老う健太郎の壮烈な戦士、白山三郎編、男の生き方40戦した文春文庫、1995年、初週、 山口組の田岡氏とのことも、田中氏のつながりですと、島は後に証言した。島茂雄、かろう健太郎の壮烈な戦士、白山三郎編、男の生き方40戦した文春文庫、1995年、初週、大広市。11章、東京大学と、学園紛争。誰が風を見たか。聖和書店。ピアニッシも、192から193。 ありがとうございます。